教員養成というのは日本人を相手に日本の中で教員になるというのを前提にしてましたが、こういうグローバルの時代なので当然外に出ていくといいますかね、あるいはいろんな方々が日本にも来ているわけですから、今までとは違って世界に通用する教師を育てようというふうに考えてます。子どもたちあるいは生徒一人一人の能力を違ったものとして見て、それぞれの学びを支援する助ける、そういう教師であってほしいと、それも含めて世界に通用する教師という意味ですね。